皆さんこんこにちはレイチャンネルです今回は前回コメントでリクエストいただいた「レ」と「ころも」という字のレッスンです。リクエストくださった方ありがとうございます。とっても嬉しいです。一生懸命書きますので参考にしてくださると嬉しいです。今回使うボールペンはゼブラサラサクリップ1.0です。 それでは早速、例と衣を書きます。 それでは今書いた2文字の説明に移りますまず「例という字ですねこちらの名前は玉辺と言います玉辺です書き順は大丈夫でしょうか234と玉辺は書いていきます横線は基本的には右上がりでしたよね次5画目 六角目と書いていきますが五角目の方が上に出ているのがお分かりですか六角目の方が下から接して書いていますねここですここちょっとずれて書いているのがお分かりですかぴったりくっつけて書くのもいいですが少しずらして六角目の方を少し下から 書くようにした方がかっこいい字になりますので少しのことです意識をしてみてください左払い右払いとして中身ですが中身はこの五角目六角目の屋根の中にすっぽり入れるのではなくて下にこちらですねこれはちょっと下に重心を置くように書きたいです 下に書くことが重要なポイントとなってきますここ空間が空くようになるということですね7画目こちら8画目もここ引っ掛けて書いてるのが分かりますかさらに最終画も引っ掛けて書いています引っ掛けることはとっても重要ですので 引っ掛けるようにして書いてください。かっこよく字の印象が変わってきます。八画目ですが、横線なので、ちょっとグイッと上がるようにしてみてくださいで。しっかり内側に入ってきます。ここ、上がるっていうことがかっこよく書くポイントとなってきます。で、最終画は長くじゃなくて、短めにしておくのが かっこいいポイントとなってきますので、こう長く引いてしまうと、お正月のタコが上がってしまっているように見えませんか私の師匠もよく教えてくれますが、縦線が長すぎると、お正月のタコが上がっているように見えるぞ、とよく指導をされます。ので、縦線で終わる際は、長すぎずに短めで終わることが、 大事なポイントとなってきます。意識をしてみてください。はい。そしてこの「例という字ですが、えー、前回、少し前の投稿で、令和の「例という字で、いろんな書体で投稿していますので、そちらでも詳しく説明をしているので、もしよかったらそちらもご覧になってみてください。いろんな書体で書いております。はい。 この「例という字ですがこのように中がカタカナの「間」みたいに書いても間違いではありません。フォントですねで変わってきますのでこの字で書いても間違いではありません。参考までに。 申し上げておきますこちらを書く際にも一緒ですしっかりここをポコンと出すことと横線は上げてください最終格はしっかり止まってきましょうはい、次は衣という字ですこちら1画目1,2と書いてますねしっかりここを打ち込むということです 打ち込むことが大事となってきますね。はい、横線ははい。こちらも右上がりですが、すごく右を上げなくてもいいです。いやいや上がってください。いやいや。上がりましょう。はい、軽く接して三角目は軽く接しますが、この接する場所どこかわからない。 こっちの左側で書いても変だし右側に行きすぎても変ですね1画目の近くから書くのが大事です1画目の近くから書くことが大事な場所となってきます左払いをしっかりしてからはいここカタカナの「レ」を書くようにしますがこちらの「レ」 オーバーバに書いいてくださいお分かりですかチュンではなくて、大きくレっていうように、ここを長く書きたいです。ここの線、わかりますかここの線を長く書きたいです。はい、ごめんなさい。こちらですね。なぜなら、 空間がとても空いている字ですので、ここを長めに書くことで空間が処理されて綺麗な字になります。ちょっとの羽だとあと2画で漢字は書き終えてしまうので空間の処理が間に合いません。っていうことはこちらを長く書くことによって空間が埋めて 書かれることになりますので、あと2画で終わっても堂々とした感じになります。長く書くことが最大のポイントとなりますので、少し意識をしてみてくださいね。はい。思いっきり引っ掛けてから短く下へ、短く下へ書きます。で、ここ接しないです。ここですね。接してはダメです。 接しないようにして書いてください。払った一回止めて、払った上には何もない空間になってますね。よろしいですか。はい、衣という字も一つ。今度は行書で書いてみます。最初に軽くちょんと書いて、そのまま見えない線でつながって引っ掛けます。ぐいっと思いっきり今回は上がってください。 長く書いてカタカナの音を書くイメージですねで、ここの一画目のやや下、ややですよやや、ど真ん中ではなくてちょっと下あたりから柔らかくふんわり大きくカタカナの音を書いてジョンジョンこのように書いていきますこれが衣という字の行書体ですやはり こちらの例がポイントとなってきますので大きめにこちらは長めに跳ねてくださいね空間が画数が少ないので空間がとても空いてくる字となってきますねそのような時は長くしたり大きくしたりして空間を処理することが大事となってきます しっかりこちらも引っ掛けることを覚えてくださいね。意識をしてみてください。はい。今回こちらがリクエストいただいた、例と衣という字になってきます。リクエストくださった方、本当にありがとうございます。私もとても勉強になりました。これからも皆さんと一緒に楽しく、一生懸命、全力でレッスンをしたいと思います。 また何かリクエストがありましたらどしどしコメントをください。楽しみに待っています。それでは次回の動画でも皆さんとお会いできること楽しみにしています。これで礼、衣のレッスンを終わります。最後までご視聴ありがとうございました。